マルオラジオさん、おっちゃんが挑む、テアドリジング、プレステ4、デッドライジング。はい、おっちゃんです。おっちゃんが挑むデッドライジング、第2回目の配信です。よろしくお願いします。では、ゲーム画面、開いていきます。ドンと。さてさて、この写真を撮るゲームですね。ゾンビを倒しながら写真を撮るゲーム、第2回目の配信です。なんとなくね、容量がつかめてきたというか、つかめてきてるのかな？まあわかんないですけども。まあとりあえずね、写真を撮ると。写真を撮ることが大事であると。いうことですよね。安全な場所から撮った方がいいのかな？で、ゾンビがいっぱい、映ってれば映ってるほど高得点という感じ。怖い怖い怖いという感じなんですよね。嘆く母親を探しに行きましょうか。いや、同業者を探しに行きましょう。同業者をね、ちょっくら探しに行きたいなと。なんかすごい鳴き声が聞こえてるんですけど、これが嘆く母親？あ、ダメだ。嘆く母親行った方がいい感じ？鳴き声っていうか泣いてる声聞こえるんで。よし、行きましょう。よし、いたお前らみんな殺しだ。よいしょ、どうした、大丈夫か。私の赤ちゃんを返して。グレース、グレース、二人でグレースはどこなの。撃ち殺すぞ。ちょっとゾンビがすごい来てるんですけど、子供とはぐれたのか。グレース、私の赤ちゃんとはぐれた。ここで話してるととんでもないことになるんですけど、あんたの赤ちゃんなら俺が探してやる。まずは安全な場所に。ほっといて。グレースはね、食われたのよ、あのゾンビどもに。私の目の前であんなに泣いて。願い風味して。あんたもね、さらに仲間になりたいのか。娘を食ったやつの仲間に。来い、あんた俺が死なせない。エスコート三角で生存者を呼ぶ。おっと、みんな殺しにしてやるぞ。来い、来るんだ。おんぶした。おんぶしたよ。どこ行けばいいの？で、どこ行けばいいの？安全な場所に行けばいいの？安全な場所はどこ？安全な場所。あれ、安全な場所どこに？どこなんだ？関係者以外立ち入り禁止。ここかな？とりあえず進んでみましょうね。
コシアンさん、どんロスになりそうですか？どんロス、ね、どんロスになりそうですよ。っていうかもう、どこに連れて行けばいいんだ、このおばちゃん、この女の人、どこに連れて行けばいいのかな。ここを目指してみようか。セーブって書いてあるからね。上に上がりましょうね。上に上がります。あれ、なんかこう来た覚えあるぞ。ここはあれだ、行けないところだ。ここではない。エスカレーター降りていきましょうね。コシアンさん、やっと解放されるというか、ほっとしてますね、私は。解放される。あら、ほっとしてる感じ。あ、ここ行けないんだ。ここ行けないのか。Thank you very much. ここ行けない。じゃあどこ？じゃあどこ？どこに連れて行けばいいの？この人をどこに連れて行けばいいのかがわからない。そこはあのこれで、これでガイドはしてくれない感じなんだね。ガイドはしてくれない。やめてー。うわ、いっぱいいる、いっぱいいるよ。これどうやっていけばいいのかな。どうやっていけばいい。よし、いけた。おー、いきなり来たよ。コシアンさん、しばらくはマルさんの配信にケチつけることを生きがいに生きてこうと思ってます。いい生きがいですね。ね、それはね、いい生きがいです。何よりです。おーっと、危ないよ、危ないよ。ドビ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 。おっと、ドビ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 。お、ここ入れるのかな。あー、入ってない、入れないね。これとりあえず安全な場所に入ろう。とりあえず安全な場所でね。とりあえずセーブしよう。セーブするのがいい。一回降りて。Thank you very much. 一回保存するのがいい。こまめに保存しましょう、これね。おっちゃんよく死ぬんでね。よしと。よし、行くぜ。行くぜ。どこに行くかはわからないけど、行くぜ。危ない。やめてさて、ここにまた火から登る階段があるか。上に行けるのかな。さあ、華麗なステップでゾンビどもを避けて、ここ入れるか。ああ、入れない。うわ、いっぱいいるよ。血はいっぱいいるよ。左側に階段がある。
これで2階に上がってみよう。エスカレーターで。うわ、こんな時に電話が。ちょっと今ね、おぶってるから。うわぁ。うわぁ、ちょっと待って。ちょっと待って。いけるの？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 どこ行けばいいの？どこへ行けばいいんだ？電話鳴ってるけど、ちょっとそれどころじゃないの。それどころじゃない感じだね。うわ、上は何もなしか。じゃあ下に降りようか。下に降りよう。よいしょ。ここは入れない。入れない。ここセーブだって。ここセーブできる。とりあえずここまで頑張ろう。ここまで頑張ろう。やめろやめろ。やめろやめろ。やめろ。来るな。よし、来るで。トイレでセーブしよう。トイレでセーブだ。ちょっと降りてて。Thank you very much. ちょっと、あら、違う。違う違う違う。Thank you very much. あ、電話だ。今、お前さんのいる場所は、今、こうこう。危険だから走行中に飛び降りたりするなよ。よし、保存する。よし、ちょっとね、このママさんに見られながら手を出しました。見られながらね。さあ、こっからどう行くの？こっから行けるの？ここ行けるの？行けるの？行けるか？行けた行けたよ。さあ、この上に登っていきましょう。ここはどこだ？マイオショップ。ここは駐車場？よいしょー、抜けろ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 。そうそう、おんぶしてるからね、攻撃できないんですよね。うわ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 、なんだこれは。なんか降ってきてるんだけど、いっぱい。おっと、このお店はいろいろある予感。おおおおお、嘘。入ってきたし。あ、間違った、間違った。これ、取れないね。ちょっと、女の人、怪我しちゃってる。武器屋さんかな。よし。おっと。お、これはいい。アイスホッケーいらないから。あ、銃捨てちゃった。銃とアイスホッケーいらないからナイフに変えて、よしと。ここはいいね、このお店ね。ここ
ここ覚えとこう。電話だ。コシアンさん、マシンガンとかないの？ロケランとか。ロケラン、ロケットランチャー。どうなんですかね、ロケットランチャー。大勢相手に。ファミリーのあやにゃんさん、まるおさん。おお、あやさん、こんばんは。よいしょ。黄色に、あ、電話が鳴ってる。電話どころじゃないよ、今。今、おんぶしてるの。おんぶしてるの。おっちゃんはどこに向かってるのかよく分かってないんだけどね。今こっちに向かってる。ここ左通路行くとセーブできる。どこの通路だ？あ、おー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。おしあんさん、おしあんさん、こんばんは。嘘、嘘だ、嘘だ、やめて、やめて。やめて。みんな殺しだ、みんな殺しだ。みんな殺しにしてるぞ。おんぶ。おんぶ、おんぶ、おんぶ。これちょっと、これちょっといけない。これちょっといけない。ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着いて、おっちゃん落ち着いて。コシアンさん、ナム、人。これね、どこに連れていいかわからない、これ。ロボファミリーのあやにゃんさん、ゾンビタクさん。ゾンビタクさん。今、女の人をね、安全な場所に、届けなきゃいけないんですけど、その安全な場所がどこかわかんないっていうね。すごい、大変な状況に陥ってます。安全な場所はどこなの？一体どこが安全なの？電話鳴ってるんだけどね。おんぶしてるし、電話に出る余裕がないんですよね。よいしょ。コシアンさん、マップに出てるよね。こっちね、マップに出てます？ポポファミリーのあやにゃんさん、ゾンビーすぎてて、全部安全じゃなさそうですね。全部安全じゃなさそう。ここがセーブできるところで。コシアンさん、知らんけど。このマークのところがね、入れないところが多いんですよね。入れないところが多い。ちょっとね、マップ把握する前に、助けに来てしまったっていうか、この人をおんぶしちゃったんで。ポポファミリーのあやにゃんさん、みなさん、こんばんはです。こんばんはです。よいしょ。いけいけいけ、いけいけ。大丈夫、いけるいける。よし、よし、この何、華麗なステップで。華麗なステップでどっかに、どっかに行くよ。なんか行き止まりっぽい気がするんだけど、気のせいかな？大丈夫かな？大丈夫かな？こっちで合ってるのかな？合ってるのかな？マップは？コシアンさん、入れないとこは大抵遠回りしていけば入れます。お、遠回りしていけば入れる。とりあえずもう進みましょう。わかんないけど。なんかあるでしょ。多分ね、進めばね。なんかあるでしょ。ささ、おお、危ない危ないよ、危ないよ、危ないよ。ここはどこ？ここはどこ？あれ戻ってきたよ、ここに。戻ってきたよ。戻ってきたよ。戻ってきたんだけど。戻ってきたんだけど、どういうこと？これこういうところがね。入れないんですよね。地下搬入路の鍵が必要。なんですよね。もう一回向こう行こう向こう。してね。この女の人を、どこに連れて行けばいいのか。どこに連れて行けばいいのか。コシアンさん、泣き言は聞きたくない。泣き言。ねえ、泣き言ばっかりですよ、おっちゃん。もう行くしかない。どこかわかんないけど。またここに来た。またここに来たよ。
さっきからもう電話鳴りっぱなし。やめてやめて。今はダメ、今はダメ。今は忙しい。今はね、ちょっと相手してられない。一人の時にね、いっぱい相手するからね、ゾンビさん。ちょっとゾンビさんがもう、ゆでてるね。そこのスーパー入ってみよう。スーパー入ってみよう。スーパーね。うおー、いるねー。いるねー。お買い物中ですか、ゾンビさん。なんか、どういうこと？どういうこと？お肉売り場だよ。ちょっとこれ、ちょっと繁盛しすぎですね、これね、スーパーね。次の繁盛してる。よいしょ。あ、ここにあるね、ここ。こっち側の奥ですね。こっち側の奥に。やめてやめて。これかな？これかな？よし、入れた。あー、ダメだ、ここもダメだ。ここもダメだ。ここもダメか、スーパーもダメ。スーパーもダメですね。スーパーもダメだ。ここはもう、スーパーが出よう。スーパーもダメか。じゃあどこへ行けばいいかね。 CD ショップ、 CD ショップ、よいしょ。トイレだ。よけろよけろよけろ。トイレ。よし、一旦トイレで。ゴシアンさん、なんか思ってたゾンビゲーと違う。ねえ、思ってたゾンビゲーとちょっと違う。ちょっと保存します。またね、女の人に見られながら、めっちゃ見られてる。めっちゃ見られてる。よし、電話に出よう。暴走マシン。ちょっと待って。この女の人をね。また電話。何ですか？本屋に二人組がいる。日本人の二人組。もう少しサバイバル要素が欲しい。ねえ、もう少しね、サバイバル要素欲しいけど、ちょっと、それよりもこれ、安全な場所がどこかがわからないことには、この先、誰かを助けても見殺しにするしかなくなる。あら、安全な場所を探しましょう。安全な場所を探しましょう。一体どこなんだ。こっちにはないのかな。こっちにはないのかな。安全な場所は。全然な場所はないのかな。また外れな場所に来てる感じ。もしかしてあっちゃんはまた外れな場所に来てるのかな。行けろ行けろ。よいしょ。どうだ。よし。ここはどこ？あら、これはホームセンター。ホームセンターには今用はない。
どこに連れて行くんだ。外出よう。外に出よう。あれ？なに？ひどい、この3人組。オブ、ちょっとゾンビだけで手一杯なのに、ちょっと。ゾンビだけで手一杯なのに。捕まってられないんですけど、他の人。ここに向かってみよう。なんか電話が鳴ってる。忙しいな、これ。忙しいな。この人どこに連れていけばいいんだろう。もう電話に出る余裕はないよ。この女の人でいっぱいいっぱいだよ。悪い3人組にはちょっと構ってられない。グロ入るよ。よいしょ。お、上に登る階段があるね。上に登ってみよう。非常階段的なところ、こっちには行けないか。あ、ここから出てきた。あ、ここにもトイレがあるね。くそ、鍵がないからどこにも行けない。一旦下ろして。Thank you very much. おっと。よし。よいしょ、よいしょ。電話がすごい。まだ一人も助けてないのに。電話でいっぱい言われたってちょっと。どこなのさ。一体どこなのさ。ここはどこなのさ。ここはどこなのさ。おー、やばいよ。なので一旦上がいいね。上がいいですね。上に行こう。あ、結局降りるのか。マリアンさん、猫缶は何買ってますか。あ、誰か死んだ。猫缶。あのね、黒缶ってやつのね、あの、なんだろう。缶詰じゃないやつですね。なんかパックになってる。あの、レトルトみたいな、あの、あれになってるやつ。あれ、こっち行き止まり？行き止まり？これかな？このなんか見たことないマークあるぞ。この通路行ってみよう。あ、これ、非常階段か。
あ、入れた。入れるところあった。なんだなんだ。虫？うわうわうわ、虫は嫌だ。虫は嫌だ。うわ、虫くんだ。え？死んだ。蜂を殺したらゾンビは死んだ。コシアンさん、猫チュールは？チュールはね、食べないんですよ、うちの片方がね。消されたゾンビを倒し、女王蜂を捕まえるとアイテムとして所持できる。おお、ちょっと女の人ちょっと置き去りにしてきちゃった。よいしょ。なんでね、チュールは買ってないです。あ、見覚えあるぞ、ここ。最初来たとこですよね。よいしょ。よし。よし。まずこの人を助けられそう。Thank you very much. Follow me. コシアンさん、順調だね。ね。こっちこっち。おぶってあげるから。おぶってあげるから、ここだよ。こっちだよ。やっとこれ、助ける場所見つけた。あの子の分も生きないとね。29歳の女性を助けました。よし。この調子で、どんどん人助けしていきますよ、おっちゃんは。この調子でね。この調子で行きましょう。よし。あ、写真も撮らないといけないんだね、写真もね。写真も撮らないといけない。さあ、武器は、日本刀。ナイフショップで手に入れた日本刀があるんでね。コシアンさん、この配信のコメ欄はあんなに盛り上がってたのに、ここはなんて寂しいんだ。まあね、ツイキャスなんでね。ツイキャスはあのおっちゃん、あまりね、人が来ないので、おっちゃんの配信が。うそ。電話どころじゃないよ。電話どころじゃないよ。痛い。ちょっとどっかで回復アイテムをなんとかしないと。うそ。ちょっと待って。回復しないとやばい。回復しないとやばい、おっちゃん。電話に出てる暇ないよ。電話に出てる暇はない。回復できそうな場所。回復できそうな。回復できそうな食べ物を置いてある場所。コシアンさん、ゾンビの群れに突っ込むとかアホすぎるやろ。わあ、ここなんか食べ物ありそう。ね、ここ食べ物あるパターンですね、ここね。ここ食べ物あるよ。よいしょ。食べ物あったね。じゃ、とりあえずこいつを殺してから。よいしょ。よいしょ。よし、マックス。よいしょ。よいしょ。
ここで日本人観光客を助けに。日本人観光客を助けに行きましょう。もうせっかく回復したのに。コシアンさん、ちゃんと薬飲みましたか？あ、薬飲みました。薬飲みましたよ、おっちゃん。日本人観光客を助けに行きます。ここまっすぐ行ったとこですね。よし。おお、危ないよ。いやいやいや、薬飲んでもね、あんま長時間寝れないんですよね。2、3時間で目が覚めて、また寝て、また2、3時間で目が覚めてみたいなね、感じになっちゃうんで。コシアンさん、あらら、ね、薬もね、結構強めのやつをね、あ、いた、あいつらぶち殺してやる。嘘、やめて、ちょっとやめて、そういうことやめて、ちょっとやめて、死ぬから死んだからひどい。コシアンさん、強い薬は副作用ありそうで怖いです。そうなんですよね、強い薬はね。副作用もね、いろいろあるのでね。だからね、午前中は息悪いことが。またこの女の人をぶって連れて行くところからやり直しだ。うわぁ、ちょっとゾンビの群れが。一体どこでセーブしたっけ？ここか。ここですよね、ここね。ここまで行かなきゃいけない。大変だ。他のコシアンさん、すり抜けうまい、わらおんぶしてるとあんまり噛まれにくいんですよね、ゾンビにね。なんでかわかんないけど、不思議。よし、ここ左に曲がって、こっち側に曲がって外に出ていく感じ。よし、どこだどこだ、ここか、ここか。おんぶさして、おんぶ、死んだ、難しい。コシアンさん、難しいぞ。よし。もう電話がうるさい、電話が。よし。よし、今度こそ。一旦、助けたら、また電話が来た。もう電話いいよ。
それがいいから。あ、それどころじゃないのよ。よいしょ。ここか。ここだ。よし。危ないよ。危ないよ。よし。ここが空いてる、ここが空いてる、ここが空いてる。よし。よし。ここが空いてる、ここだ。そして、ここだ。このまま行って、このまま行って出ると。よし。コシアンさん、グラビティに残念でしたね。あ、グラビティデイズ2ね。1700円で買った。セールだった、だからって買って、そしたらね、プレイステーションナウに登場。コシアンさん、天罰ですね。天罰。これを飛ばそう。このムービー飛ばそう。こいつらなんとか倒せないのかな？こいつら悪い奴ら。よし、おんぶして。よし。そう、電話が鳴りっぱなし。この女の人をとりあえず安全なところへ。安全なところへ。安全なところへ連れていくよ。よし、入り口があった。入り口開いてそうな場所は、ここだ！よし、入れた。よし。あ、もうちょっとだ。このまままっすぐですね。スリッポー沿いに、あれ、これどっちだ？こっちか？あ、いいんだよね。こ、あー、まっすぐ。まっすぐ。よし。ここを通り抜けて。通り抜けて。この細い通路。ここか。で、ここも飛ばして。コシアンさん、簡単そうに見えるけど意外と難しいのかな。うん、おっちゃんが下手なだけかも。おい、こっちおいで。足怪我してるけど。ね、おぶってってあげるからね。もうとりあえずもうこの女の人を助けることだけを今、必死に、考えてます。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。よしよしよし。コシアンさん、この面もセーブしなよ。そうですね、これ助けて事務所に戻ったらもうすぐセーブしましょうね。ちょっとおちゃん油断してた。よし、助けた。よし、OK。ボインちゃん。So that's what Dr. Barnaby said, huh? かわいいね、この人ね。The old coot's not dumb. He wants us to call for help first. We gotta line out or what? コシアンさん、セーブしないとだからシビアだね。The signal's being blocked. ね。I can't even contact HQ on the emergency line.
So, if we want to get our hands on Dr. Barnaby, we're going to have to secure a way out of here ourselves. All right, we've got to deal with the situation we've been handed. The boneheads back at HQ might be working on something too. ミニスカボインちゃん。There's a helicopter coming. 3 days from now. At noon, it's my ride. Is your ride reliable? Absolutely. That's how I plan on getting out of here. All right then. I'll see to it that the DHS picks up the charter fee. Can we take Dr. Barnaby as well? Sure. As long as you tell me what's going on. Okay. I'll tell you what you want to know. Later. We have more pressing business right now. If we have to wait here for 3 days, we'll need supplies. Water, blankets and the like. We'll get Dr. Barnaby here tomorrow morning. I want you to keep an eye on the monitors. Yo, Frank! Give me a hand here. What gives? Considering the helicopter and all, we have to work together. But that doesn't mean we can tell you everything. すべて話せるわけじゃない。聞いたとしてもそれを発表できるとは限らん。Yeah, so? So, それぐらい厄介な事態ってことだ。Well, we're up to our necks in zombies. Yeah, I think I appreciate the situation just fine. Zombies. I still can't believe all this, you know? Seems so unreal. 信じられないよ。You all right there? Yeah, I got it.You should rest a while, Brad. You go ahead and catch some sleep first. We can switch in 4 hours, okay? No, ウィンちゃんが休む。コシアンさん、いつの間にメガネが赤くなってる。笑い。ポインちゃんと一緒に寝れないみたいですね、これね。ポインちゃんとは。残念。ゾンビか全く信じられんよ。よいしょ。じゃあ、おっちゃんはここで休みます。ポインちゃんと一緒に寝れればいいんですけどね。さあ、セーブしました。よしと。さて、次なる目標は？モニターに映る影。お。リンゴ。リンゴ持ってきましょうかね、リンゴね。いや、リンゴは置いていこう。これ、これ大事、これ。よし。ナイフを持って、出発。よし。今回はこちらから。夕飯何食べました？私はすき焼きでした。ゆうすき焼き、いいな。おっちゃんはね、菓子パンです。菓子パンです。残念なことに。オフィスのライブマシン。よいしょ。誰かいるかもしれんな。はい。人影見えた。スーパーの方から逃げてきたよ。
随分取り乱していたみたいで、あれは誰かに襲われてるな。ご治安さん、もっとマシなもの食べなさい。はい、はい。本屋に二人組がいるぞ。日本人。おっちゃんは日本人を助けに行きます。おっちゃんは日本人を助けます。よしと。今だ。日本人の観光客をね。やばい、ナイフだ。あら、あれ、あれが消えた。あれが消えたよ。よし。ガイドが。ご治安さん、おっちゃん外人なのに日本人助けるの？そうですよ、日本人ね。観光客はね、大事にしないと。おお、嘘。いきなり？嘘。結構離れてたのに。嘘。やばいやばいやばい。こんな序盤にもこんなフラフラになってる。序盤にフラフラになってるよ。ご治安さん、伊達政宗の銅像見たことあるの？ないです。ないです。伊達政宗像のとこ行ったことないです。まああれですよ。東京の人が東京タワーに登ったことがないのと一緒ですね。ご治安さん、仙台市柳井のあるの？多分ね、仙台市にあると思うんですけども。これはあれですよ。あの、車に乗った悪い奴らに見つかったら、即死を意味するから、慎重に行かないと。車のないところね。ご治安さん、東京タワー何度も行ってます。え、東京タワー何度も行ってる？慎重に、ね、慎重に行きましょう。ああ、車がある。あっちに車がある。あっちに車があるね。こっちから遠回りに行こう。あいつらなんとか倒したい。ご治安さん、スカイツリーも何度も行ってます。スカイツリー。うわ、走るやつもいる。うわうわうわ、そう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 。いきなりですよーっと。スカイツリーも何度も行ってる。いいな。いいな。転んでるよ。転んでるよ、ゾンビさん。あれ違う、矢印逆方向向いてる。ちょっと待って。ご治安さん、おっちゃん仙台市やないの？仙台市です。おっちゃん仙台市ですけどね。あれ、矢印こっち向いてるな。嘘。どうぞ知らないです。よいしょ。ちょっと食べ物を探します。ちょっと食べ物を探します。食べ物あるでしょ、こんな感じね。ちょっと回復しないとね、ちょっとやっていけない。よいしょ。
Anyone there? よしと、回復を1個持って、で、武器がやばいから、何かいい武器、銃があまり役に立たないんですよね。銃が思いのほか役に立たない。コシアンさん、あまりで歩かないんだね。そうですね、おっちゃんね。椅子はどんな感じ？椅子でもいいか。じゃあ椅子で行こう。どこかね。コシアンさん、引きこもりじゃん。ですね。基本的に引きこもってますね。よし。どこだ、日本人観光客は。お、ナイフ持ってるやついた。よし、ナイフゲット。あ、椅子。椅子の方がなんか強そうなんですね。まあいいや。よし。うっ、くそ。コシアンさん、いい大人がダメじゃん。言わないで、言わないで。何か武器はありますか。靴屋さんか。靴屋さんは武器ないね。ここに登るのかな。上に登る感じかな。いたいた、シンジさんとユウさん、観光客何してんの、棚に登って何してんの。お、お菓子だ。Anyone there? Hello? Hello? 言葉が通じない。Hello? Anyone there? 言葉が通じないね。もしかして。言葉が通じ、うおー、嘘。びっくりした。びっくりした。せっかく回復したのに。よいしょ。日本人観光客どうしたらいいんだろう、これ。攻撃になりそうで怖い。痛い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 、殴られた。お前らなんか助けてやらない、助けてやらない。よし、お前らなんか助けてやるもんか。言葉通じないなんて、暴走マシン、暴走マシンをなんとかしに行こう。うおぉ、くそ、いい感じに。女性だけだよ、助けるのは。ああ、確かにね。確かに女性だけ助けるのもいいですね。やばい、ナイフの耐久力もなくなった。なんだ、こういう武器も結構使えるんですね。ちょっと重たいけど。他の種はいらない。耐久力がね、武器にも耐久力があるから
なんかいい武器を。なんかいい武器。レジ。箱はちょっと使いづらそう。よし、レジだ。レジなら重いからね。うわ、ちょっと使いづらい。炎症が使いづらい。これはこの中かな。お、ナイフ持ってるやつだ。お前を倒してナイフを奪う。よし、間違った。ナイフを奪う。コキアンさん、最強武器はバットか無根刀じゃね。ねえ、バット、バット使いやすかった。バットどうすればいいんだこれ。どうすればいいのこれ。なんだ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 。ピエロ怖。ねえ、リーチが長い武器。で、こいつチェーンソーを2つも持ってる。なのにみんなはやめてやめて。ゾンビがみんなを食べちゃった。怖い怖い。マシンに乗って超ご機嫌。コキアンさん、仲間だよ。何よ。だからマシンは止めさせない。止めたらゾンビがすぐにでもみんなに追いついちゃうからね。頭おかしくなってる。怖い怖い怖い。こいつは無視。追いかけてくるの？いい、めっちゃ早。めっちゃ早。めちゃくちゃ早。これ逃げるがいい。逃げるが勝ち。こういうの相手にしない。おっちゃんは女の人しか助けない。女の人しか助けない。コキアンさん、ピエロはおっちゃんの潜在的な人格だよ。いや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 。でも写真全然撮ってないですね、おっちゃんね。写真も撮らなきゃ。写真も撮らなきゃね。よいしょ。フライパン、どっかでフライパンを手に入れるのか。レンジ。ズッキーニをレンジに入れてみよう。ダメか。食べよう。あ、フライパンあった。ズッキーニを。お、熱いフライパンになったよ。熱いフライパン、強いのかな。おっちゃんは精神的に弱そうに見えないけどね。よいしょ。うわ、噛まれた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 。あんまりあんまり使えないね。あんまり使えないですね。あんまり使えない。ナイフの方がいい。熱いフライパンよりね。すごい、ちょうど
よし、皿、これ皿投げるパターンかな。アイテム1個空きありますね。ノースプラザの人形。よいしょ。さあ、こいつをやって逃げる。こいつを刺して逃げる。うおおお、ちょっとお腹かまないで、お腹かまないで。矢印こっち向いてるよ。矢印はこっちを向いてるよ。空振りするのも怖くないですか。空振るのが、空振るのが怖い。ピエロがいるよ、ここにピエロがいるところ。ピエロは無視、もう勝手にピエロをやっててください。なんだここは、何屋さん、何屋さん、ここ化粧品。あ、まあこれまた宝石投げるやつね。こっちか。あー、ここ怖いな、細いから。うわ、多いよー。あ、くそ。めちゃくちゃ多い。よいしょ、よし、抜けた。あー、やばい、囲まれた、囲まれた、囲まれた。お客さんにね、最後会いたいですよね。やめろ、やめろ、やめろ、やめてくれ、やめてくれ。飲む、よし。嘘、いきなり、いきなり。この手、武器を、何か武器をくれ、何か武器。よし、ちょっと囲まれてる、囲まれてるのは避け、囲まれるのは避けたい。油断するともうすぐ囲まれるから。きついぞ。一旦避難。お、いたいたいた。お前、来るな、来るな。Help me! どうした。
おお、これもなかなかいいね。振りが早いから。なんだこれ。釘打ってるのかこれ。これはあまり使えない、この武器は。まだ余裕があるから、よし、体力回復アイテムを持って、その足どうしたんだ。このスーパーの店員に食料をもらおうとしたら殺されそうになった。I can't believe this. 万引きは死刑だとかさ、その完全に来てるよ、あれは。スーパーの店員が完全におかしくなってる。話としてるのにゾンビが微妙に入ってくるっていうね。旗を貸してやる。よし。さあ、これで、今どこだ？ここから、ここに運ぶ。から、ここを抜ける感じですね。さあ、右に抜けるぞ。よいしょ、よいしょ。二人三脚してるみたい。二人三脚してるみたい。よいしょ。ご支援さん、遠いな、絶望的。絶望的。でもこれね、誰かをね、こうやって引っ張ってると、敵に溜まりにくいんですよね、なぜかね。ご支援さん、セーブしないと。あ、セーブしないと。とりあえずこれ、セーブできるところまで。あら、入っちゃった。あ、おっさん泣いてばっかりいる。おっさん。肩を貸すよ。よし。よし。ここですね、ここ。あの車に見つからないように。ご主人さん、寝るときは電気消してね。寝るときは、ね、電気消さないと。さあ、から、車に見つからないように。車に見つからないように。ゾンビにも襲われないように連れていくと。ご主人さん、おっちゃんは何階なの？うち2階です。いける。よし、たどり着いた。あ、すぐですね。すぐだ。この大きい広い通りを華麗なステップでさばいていけばすぐたどり着ける。すぐたどり着けるよ。ご主人さん、高いならベランダから侵入できるね。ですね。やろうと思えばね。よしと。だね、よし、よし、こっちだ。よし、無事たどり着いた。よし、もうすぐだよ、もうすぐだよ。
おお、増えてる増えてる。おっちゃん強っ。ご自愛さん、間取りは？間取りはね、2DK ですね。うそうそうそ。何このトラップ。やばい、武器が。よしと。びっくりした、びっくりした、びっくりした。よしと、よし、来るんだ。ご主人さん、やっぱこれゾンビありまくりながら進めないときつそう。ゾンビ殺しまくりながら進めるゲームなんですよね。まあ、でも倒した。よしと。レベルアップしたよ。寝てるね、オインちゃん。オインちゃん寝てるね。よし、また回復を補充して、セーブをして、はぁ、あ。コシアンさん、この人届けたら終わりかな。人届けたら、ね、どうなんでしょうね。この人届けたら、今何分経った？1時間。どうしましょうね。もう1時半ですからね。もう一人ぐらい助けたい気も。てか武器を何とかしたい。でもこれなんか見てると武器の耐久力が軒並み少ないんで、なんかね、そこら辺にあるもので戦っていくようなパターンっぽいですよね。わ、まだいるの？くそ。お菓子しかない。コシアンさん、主人公ジャーナリストだけどまんまヤクザじゃねえか。またこの棚攻撃。なんでパン食べた？そう。俺の、違う、物見ちゃったし、これもうすぐ、武器を落とすとすぐ次のアイテム使うから。よしと。お前ら、ウルさん、ウルさん、ウルさん、あら、届かない。お前ら、ウルさん、やばいな。回復なくなっちゃったけど。コシアンさん、やはりバット最強。ね、バットいいね、バット。いいですよ。マネキンはどうだろう。あ、殴る前に殴られた。お、これは鉄パイプ。鉄パイプの方がいいね。鉄パイプ。
これちょっと徐々に逃亡ルートもゾンビが強いことになってきてますね。とりあえずちょっと一旦安全な場所に入って、安全な場所に入って時計を、あれ、コシアンさん耐久度あるの？そうなんですよ、耐久度があるんでね。モニターに映る影使ってるとだんだん武器が点滅して、で、お、ここかで、なくなっちゃうんですよね。で、ボタン連打してると次の武器を勝手に振り始めるから、食べ物とか入れてると勝手に飲んじゃう感じ。あ、ナイフゲット、ナイフゲット。そうか、武器持ちの、武器持ちのやつをから武器を奪えばいいのか。おお、ちょっと待って、はい、チーズ。鉄パイプ2本目また出るんでしょ。来い、かかってこい、みんな殺しだ。みんな殺しにしてくれる。近すぎ、近すぎ、近すぎ。鉄パイプの耐久力なくなった。なんだこれ、人の手じゃん、人の手じゃんこれ。気持ち悪い、気持ち悪いな。そうか、アイテム復活してるんですね。おーっと、なんか今いた後ろに。お、なんだこれ、シロパンタンク。ということはここにバットも復活してるから、まあお菓子を食べて、モニターに映るから、私はここを向いている、ここを向いているよ。どういうこと？これ、コシアンさん、おっちゃんゲーム以外に何してるの？何もしてないです、恥ずかしながら。してないですね。よし来い。かかってこい。綺麗に取ってあげるよ。
この武器は、あ、これ使えそう。とりあえずダウンはさせられる。あ、これナイフ、よし、ナイフいただき。あ、いいさ、トンファいいんじゃない。トンファいいね。よし、とまず安全なところへ行って、フランクどうやらまだ生きているようだな。ジェシーが失敗するとそろそろ静止に戻っちゃどうだ。よし、そろそろ戻ろう。来たばかりだけど。よかった。うそ、食欲旺盛なおばさん。さっきもありましたね。エレベーターがつらい。エレベーターに乗るだけで一苦労。よしと戻ってきたぞ。学習能力霊だな。あ、ボインちゃんが。穏やかじゃないな。What's going on anyway? Before this whole thing started, someone called the professor and told him to come to this mall. Check the line, did you? So is this the caller? This guy here? They've got something to do with the zombies, don't they?They're the reason we came here. And if he gets away with Dr. Barnaby, none of our questions will be answered. Oh. Thomas.回復を持って。コシアンさん、キリがいいね。あ、キリがいいですね。そういえばね、今整備もできてね。あ、いや、この鳴き声うるさいな。誰だ？どこで泣いてるんだ？あのお母さん。いつまで泣いてるんだ？いつまで泣いてるの？ああ、いやいや、どういたしまして。保存する。なんかこれ面白くてやめ時がなかなか見つからないですね、これね。よしと。
というわけで、今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。スーさん、最後までお付き合いありがとうございました。あとは明日ね、ドラゴンズドグマオンラインの最後の配信をしますので、コシアンさん、気になる続き続き気になる気になる気になる、そんなわけでコシアンさん、おやすみ、おやすみなさい、お疲れ様でした、また明日